どうも、こんにちは、内藤祐介でございます。この度、武蔵野大学生涯学習講座の方で、もう一度読む山川日本史ですね。おそらくこれ皆様高校時代に多分日本史を選択された方は必ずお使いになったと思うんですが、ちょっと年代が違いますんでバージョンに少し違うかもしれませんが、その山川の教科書で、もう一度読み直す日本史の講座を、担当させていただくことになりました。で、私の担当といたしましては、幕末に浦側にペリーが来てから、その後現代までということなんですが、かなりロングランの形になると思うんですが、こちら そのテキストを使ってですね、テキストに沿ってというよりも、そのテキストに取り上げられたトピックをそこから枝葉をつけて、ゆるゆるとやっていこうと思っておりますので、私自身は郵便学者ということで、切手とか郵便物とか絵はがきなんかもだいぶそちらの方が専門ですので、それも交えながら、あるいはペリーのところなんかでも日本の事情だけではなくて、当時のアメリカですとかアジア諸国の状況なんかも踏まえたという形で、世界史の中の日本史というような形で、お話をしていただけていければと思っておりますので、どうぞよろしくお使いいただければと思います。じゃあよろしくお願いいたします。